はい、皆さんこんにちは。レク専任講師の佐々木ひろみと申します。本日はですね、会社法特別講義ということで、今年行政書士試験の直前期の皆様に、で会社法ね、なかなかその会社法に時間かけていられないというところだと思うんですが、でこれ毎年ずっとやってまして、ちょっとお手元にレジュメあると思うんですが、お手元のレジュメのですね、9ページをちょっと開けてみてください。で、9ページでですね、行政書士試験の会社法ですね、商法会社法に関しては、枚数もそれほど多くはないんですが、そのうち設立だとか株式だとか機関だとかっていう分野に出題集中しておりますけれども、そのあたりでですね、毎年もうこれ5年以上ずっとやってまして、チョイスして、何かテーマを決めてという形でやっております。で、9ページご覧いただくと、行政書士試験の過去の出題実績とありますね。で、こちらも皆さんよくご存知だとは思うんですが、でただですね、毎年5問しか出ない、そのうち1問が商法で、残り4問会社法なんですが、そのうちの会社法の中で、皆さんご存知の通り、設立はもうほぼ毎年出ますよね。で、設立も過去をやっているものが YouTube に載っています。で、あと他のレクの講師やってますので、そのあたりをしっかり受けていただいて、特にですね、皆さんしっかり行政法だとか民法だとかでしっかり法令は得点していただいて、会社法に関しては、割と出るとこ重視で、直近出たものに関しては設立以外に関してはもう若干ちょっとね、捨ててもいいのかなと思うんですが、で、そのあたりで効率いい学習考えてみてください。で、そしてちょっとページめくっていただくところの10ページご覧いただきますと、で、この10ページのところで、過去私が実施しております、ここずっともう2016年からやってるんですが、それすべて YouTube の方に上がっております。で、あとレジュメの方もですね、YouTube の方からダウンロードできる状態になっております。今日生クラスにお越しいただいた方には、この過去の実施文ですね、レジュメ用意しておりますので、お帰りの際にお持ちいただいて、YouTube で 1.5 倍とかで、ご覧いただいて、で、ぜひともね、ここのやったところですね、で、割と出題可能性高いようなところを中心に喋っているつもりではあるんですが、そのあたりでですね、ぜひ 1.5 倍速もしくは2倍速で聞いた分に関しては、しっかり点取っていただいて、で、そしてそれ以外の時間に関しては、その他の行政法だとか民法だとか、そういったところでしっかり特定していただくというところで、会社法に関しては、出たら今日やったところも含めて出題されたらがっちり特定していただきたいかなと思います。で、そこでまずですね、今日の論点なんですが、本日今年やります論点は、表紙のタイトルに書いてありますように、株式の併合分割、そして、株式無償割当という論点なんですが、こちらに関しては毎年毎年出ているような設立と違いまして、そんなに頻繁には出題されるところではないんですよ。で、ただですね、これ過去問といったことあると思うんですが、で、2014年の問い38で、出ているものなんですね。ただそれ以降に関しては、この株式の論点というのはほぼ毎年出るところだと思うんですが、ただそれ以降に関してはとても指定されてないんですね。そういった意味で、ぜひこの講義聞いていただいた終わったら、2014年の問38、これを仕上げに、ちょっと過去問解いて、見ていただきたいかなと思うんです。ということで、ちょっと表紙のところに、2014年問38と書かせていただきましたが、このあたりの分野、全く出ないわけじゃないんだけれども、ただ、行政書士の講座の中でも、ほぼほぼこのあたりってそれほど説明に時間かけていられない分野だと思うので、ちょっと今日はここを、今年はここをセレクトさせていただきました。で、そこでですね、ちょっとまた中身開いていただきますと、で、まず株式の併合という分野なんですが、この株式の併合に関しては、1番のところをご覧いただくと、数個の株式を合わせてそれよりも少数の株式とすることとありますが、この数個の株式を合わせるというところなんですが、すぐ下の三角括弧の具体例ご覧いただくと、10株を1株に併合すると。で、もしくはこれ、別に単位は決まってないんですよ、100株を1株でもいいし、1000株を1株でもいいし、2株を1株でも構わないんですが、で、じゃあなんでこんなことするのかというところなんですが、これですね、例えばですね、これ日本の法令だとかで、証券取引所だとかで、投資しやすい環境を作るために、ある
程度の、まああのね、金額が望ましいということが考えられているんですよ。で、例えばですね、そのある程度の金額が望ましいということが言われているのが、例えばその100株で5万から50万ぐらいが望ましいだとかっていうのが、目安として。もちろん、100株で5万下回ったら、5万切ったらやばいよ、法令違反だよってわけじゃないんですが、ただ、ある程度、株価っていうのは、そこそこの価値がある方が好ましいと言われています。そうすると、例えばですよ、一般投資家目線からしてみても、一般的には、低すぎる株価っていうのはマイナスな印象を持たれやすいんですね。で、そう考えたら、例えばですよ、1株100円の会社がありました。で、ちょっとこれは好ましいものじゃないかもねという状況になると、例えば10株を1株に併合したりすると、単純計算でいくと、今まで1株100円だったものが10株で1株ですってなると、今後1株1000円になりますよね。そういった意味で、低すぎる株価っていうのを、ちょっと上げるという意味合いがあったりいたします。で、他にもですね、例えばそのね、小口の株式というのは非常に多いと、少ししか株式を保有していない株主さんたちというのはわんさかいたりなんかいたしますと、そうすると、例えば株主総会だとかも、株主の人数が非常に多かったりいたしますと、株主総会だとかも、混乱が生じたりすることもありますし、株主管理コストがかかったりだとかっていうデメリットも多かったりするんですね。で、他にもですよ、例えば会社があまりいい状況じゃないような時には、経営の立て直しのために、小口の株主さんたちには、ちょっと出てってもらって、割と大株主だとかで会社運営していこうということも、要望としてはあったりいたしますので、そういった意味において株式の併合というものを行ったりすることがあるんですと。では、ちょっとね、今10株を1株になんて具体例お話をいたしましたが、で、じゃあですよ、例えばそこの10株を1株に併合の下の表のところをご覧いただくと、で、まず、枠の、箱の中のですね、表の中の発行可能株式総数とありますが、この発行可能株式総数というのは、発行可能という言葉から分かるように、会社が発行できる株式の上限数のこと。で、この株式の上限数のことを、私これからちょっと説明の中では、過去の講義の中でもこういった言い方をしてるんですが、枠という言い方をしていきます。上限数のことを枠と。そして、上から図表2段目、発行済み株式総数のことを、現在発行数ということで、私これから済みという言い方をちょっとしていきますので。で、会社は枠内発行の要請というのがあるんですよ。ですから、済みは枠を超えてはならないという要請があります。で、そして、発行可能株式総数内の発行、これが要請されるで、じゃあですよ、もともと併合前の株式数が、うちの会社50万株でした。で、そして枠の数が50万株で、済みの数が40万株ですという状況の会社です。で、枠の中に収まっておりますが、じゃあこの度ですね、10株を1株に併合することによって、で、まずですね、上から2段目のところ、10株というのはもう出回っている株式のこと、これを10株を1株に併合すると、そこで、単純計算で言うと4万株と。10株をもう1株単位にしちゃうということになりますから、この場合、済みの数が4万株ということになるんですが、ただね、これ、括弧4万株って書いてあるのが、これ、すべての株主さんが10で割り切れる数を保有していれば、単純計算でいうと10分の1、済みが10分の1になるわけですが、ただですよ、株主全員が10で割り切れる単位を保有しているとは限らないんですよね。例えばこの図表の下の方をご覧いただくといいですか。株主 A さん、例えば具体例で、株主 A さんの保有株式数が1000株だったならば、これ10で割り切れますから、単純に A さんの保有株式数は100株になりますが、ただですよ、株主 B さんの保有株式数が仮に5株だったならば、 B さんの保有株式数 0.5 株ってわけにいかないんですよ。で、これ破株なんて言っていくんですが、端数株式っていうのは現行会社法によって認めてないんですね。となりますと、B さんの保有株式数はもう残念ながら0株ということになってしまうんです。
10株未満の株主はもうゼロ株となってしまいますというところで、ですからこれが先ほど申し上げたような、例えば小口の株主さんたちが非常に多かったりいたしますと、会社運営が、例えば株主総会だとか煩雑になったりだとか、そういった事態が生じて、なかなか会社経営がスムーズにいかないという事態があるならば、少しか株式持ってない人にはもう残念なら、あとこの場合お金を払って、金銭で処理をして、でもう株主たる地位を失うことにはなるんだけれども、ただ、これも一定の厳格な手続きを経ることによって、これが認められていると。もうね、お金も払わずに、じゃあお引き取りくださいってわけじゃないんですが、金銭で清算して、という形になります。で、こういったものをですね、スクイーズアウトなんて、言ったりするんですが、少数株主を追い出すだとか、株主管理コストの削減とかね。で、株主管理コストって結構かかるんですよ。となりますと、そこそこの保有株式数があるならば管理コストかかるのも、それは仕方がないんですが、でも本当にね、例えば5株とか、8株とか持ってる人たちに管理コスト、非常にそこがかかってしまうということであれば、でこのような形で金銭清算すると。そういった会社からしてみたら、需要があるというところです。なので、この図表の上から2段目の先ほど済みという言い方をいたしましたが、10株を1株に併合することによって、40万株が括弧4万株って書いてありますが、括弧4万株っていうのは全ての株主がもしも10株で割り切れる単位の株式を保有しているならばっていう意味です。あと、上から3段目、資本金の額とありますが、この資本金の額に関してはここは変わりないんですね。積みの数が減ったとしても、ただ会社に何かね、お金が出て会社からお金がね、どんどん流出するわけでもないですし、資本金の額は当然には変わらないという状況です。なので、資本金の額変わらず5000万円。で、ちなみに、一株の株価と上から4段目にありますが、一株の株価、理論上ってありますが、例えばこれがさっきほど申し上げたら、一株100円の会社が10株を一株に併合いたしますと、単純に、一株、今度、1000円になるわけですよね。でただ、この1株、理論上、今まで1株100円だったものが10株を1株に併合することによって、理論上は1000円と書きましたけれども、これ何が理論上なのかっていうと、ただですね、先ほど言ったように、一般的に低すぎる株価っていうのは好ましくないという傾向があったりする。そうすると、そこそこ株価が1株あたりの株価が上昇したりなんかいたしますので、そういった意味では、市場からも、低すぎるよりはねと。いった意味で、効果が持たれることもありますし、あとは割と、株主管理コストを削減したり、株主総会の運営だとかがスムーズにいくようになったり、経営によ、いい影響があったりなんかすると、もしかしたらそれよりもいい影響が出てくることもありうると。なので、理論上というのは当然に単純に、10倍になったりだとかっていうわけではないけれども、株価っていうのは、その需要と供給のバランスによって日々変動したりはいたしますので、ただマイナスイメージが払拭されると、意思決定スムーズに行われたりなんかすると、株価にも影響を得たりするというところです。で、このような形で株式の併合をするということが行われていたりします。で、そうするとこれ今回ね、 A さんの立場、株主 A さんの立場からしてみたら、自分の持ち株数は変わらないけれども、ただ保有財産の価値としては、株式の財産的な価値としてはそれほど変わらないでしょ。でも B さんの立場からしてみたら、自分はこの会社の株主ではいられなくなるわけですよね。そういったことも考えますと、ある程度、ちょっと厳格な手続きが要求されると。会社側の需要ばっかりじゃ、会社側のメリットばっかりじゃないか、小口の株主の気持ちになって考えてみてちょうだいよということで、そんなに気軽にやってもらっちゃ困るんですよということから、次のページ、5ページ、3ページご覧いただくと、株主総会の特別決議と、決議要件特別決議ね。で、株主総会で意思決定するときには、決議のハードルがあります。
で、例えば会社の定款変更、重要な意思決定なんかであれば特別決議という非常に高いハードル、これが求められたりいたします。このあたりですね、特別決議だとか株主総会の普通決議だとか、そういった論点だとかに関しては、こちらですね、過去の YouTube の方でもアップされておりますので、まあね、株主総会普通決議とか特別決議だとかっていうのは、そのあたりしっかりやってないという方は、ぜひですね、過去の YouTube の方、かなり具体例挙げて、株主総会決議だとかをご紹介しておりますので、そこで確認していただきたいんですが、まあ、要は株主総会決議の中でも普通決議よりも高いハードルの特別決議、というものが求められますよと。これは小口の株主にとってみると非常に影響が大きいから。他にもですよ、例えば今回 A さん B さんしか書いておりませんが、例えば株主 C さんが保有株式数、例えば18株持っていたとしましょうか。株主 C さんは18株持っていました。10株を1株に併合すると、 C さんは、まあ、一応かろうじて1株保有の株主では残れるわけですよ。だけれども、8株部分に関してはお金で清算させられるということになりますから、やっぱそのあたりも C さんの立場からしてみても、その株主総会の、併合の条件面だとかに関しては、黙っちゃいられないということもありますね。ですから株主総会特別決議、少なくとも役員たちだけで決めてもらっちゃ困るよと、株主にも決めさせろというところです。で、この株主総会決議においてですよ、じゃあちょっとね、下の括弧中のところご覧いただきたいんですが、この図表の下の括弧中のところ、株式の併合がある種類の株式の種類株主に損害を及ぼす恐れがあるときは、原則として株主総会決議のほかに、その種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会特別決議がなければ効力を生じないってありますが、これ何なのかというと、原則的には株式併合をするんだったら株主全体で集まって行う株主総会特別決議を経ましょうとこういう話なんですが、例えばじゃ あうちの会社種類株式発行会社ですと。で、種類株式の話ってそれほど突っ込んでは扱いされることは多くはないと思うんですが、例えばそれほど難しい話じゃないのでちょっと考えてみてください。例えばうちの会社は、発行している株式にバリエーションがあります。バリエーションがあることを種類株式と言っていくんですが、例えばじゃあA 種類株式と B 種類株式をうちの会社は用意しておりますと。で、この度 A 種類株式だけ併合しますと。A 種類株式を、例えば100株を1株に併合する。B 種類はやりませんという状況だと、A 種類株式を保有している、例えば A 種類株式を保有している100株保有している株主 K さん。A 種類株式は100株を1株に併合しますと。そうすると株主 K さんは A を100株持っていますが、今後1株主になるでしょ。でも B 種類株式は併合しませんと。じゃあ B 種類株式を保有している100株保有している株主オツさん、 B は併合しないのでオツさんの保有株式数は引き続き100株なんですよ。となると今後全体の株主総会で議決権行使するとき、今まではコーもオツも100株100株だったのに、コーさんの保有株式数1株になっちゃって、オツは100株のまま、全体の株主総会の議決権の影響力が違ってくるでしょ。となりますと、これ A 種類だけ併合するってなったら、これ、なんで俺たちだけということで、種類株主に損害を及ぼす恐れがあるということになりますから、全体の株主総会だけでそんなものを決めてもらっちゃ困るよと。全体の株主総会特別決議、まずこれが必要で、加えてこの度の併合は A 種類の株主に損害を及ぼす恐れがありますから、プラス A 種類株主たちだけで集まって行う L 種類株主総会開いてください。これが下の括弧中のところなんですね。ということで、まあね、原則的にはそのような種類株式を発行していないだとか、もしくは A も B も併合、同じ割合で併合しますだとかであれば、特段別に A だけずるいとか B だけずるいとかいうことにはならないんだけれども、片方の例えば A 種類だけ、不利益を及ぼすというなケースなんかであれば、全体の株主総会の特別決議に加えて A 種類株主総会の特別決議もしましょうと。
で続きまして、上の図表ですね、3段目ご覧いただきますと、今度は決議内容、まあ、株主総会の特別決議で、この併合を決定するという部分なんですが、そのどういった内容を決定するのかという部分ですが、ここで、まず株式の併合の割合ね、この併合の割合というのは100株を1株にとか10株を1株にという割合です。あと丸2番、効力発生日ですが、この効力発生日なんですが、ね、決議をして今日からってわけにいかないんですよね。ね、このあと効力発生日なんで、直ちにができないんですかって話もお話をしていきますが、決議で例えば、じゃあ6月20日の株主総会でこれを決定しました。で、効力発生日は例えば8月1日ですとかね。で、ではなぜ、決議イコール決議に決議の日に直ちに効力発生することができないのかっていう部分なんですが、で株主総会って株主全員が絶対に出席しているとは限らないんですよ。でそれも含めて、今度ですね、図表の上から4段目ご覧いただきますと、広告または通知という部分なんですが、で、効力発生日の2週間前で、括弧、端数が生じる場合には20日前ってありますが、例えばですよ、先ほどの10株を1株に併合する事案で言いますと、すべての株主さんが10株単位で割り切れる数を保有しているのであれば、まあ、2週間前で構わないんですが、ただ前のページの事案、例えば B さん、だとかは 0.5 株になっちゃって会社から出ていかなきゃいけない。他にも18株保有している C さんに関しては、 C さんの8株分は端数になっちゃって金銭精算することになりますよね。となりますと、端数生じる場合にはちょっと2週間では短いということから、20日間と。端数がなければ2週間で構わないんですが、端数が生じるような併合をするんだったら20日前までに株主ね、括弧、種類株式発行会社では併合にかかる種類の種類株主ってありますが、例えば A 種類だけ併合しますっていうんだったら、A 種類株主さんたち、ね、およびその登録株式試験者に対して、この登録株式試験者っていうのは株式に対して試験設定してる人で、その人たちに対して決議で定めた事項を通知または広告しなければならないと。ですから6月20日に決議をしました、効力発生8月1日ですとなったら、そこから遡ってで、例えばそうですね、7月中旬ぐらいまで、端数生じる場合には7月上旬にはお知らせの手続きを取りなさいと。ですから決議の時に効力発生日を、ね、あらかじめ定めておいてください。でその上でですよ、今度、5段目、株券提供広告が必要とありますが、で、その会社が今回株式併合しようとする株式会社が、株券ダメで回っている会社ですと。会社を追って株券不発行が原則ですね。まず今ペーパーレスですから株券出さないのが原則だけれども、ただうちの会社は株券出してますということもできるんです。株券出しているのであれば出回っている株券回収しないと。ね、だってですよ、保有株式数がみんな当然減るわけでしょ、ね、例えば A さん、前のページの A さんだって、株主たる地位は存続するけれども、 A さんの手元には1000株券があるわけですよ。でも A さんの保有株式は今後100株になるわけでしょ。ですから A さんからその1000株券を引き取って、で効力発生したその後 A さんに100株券を渡すということをしなきゃいけないし、そして、株主 B さんは5株ほど保有しております、5株分持っておりますが、もう B さん株主じゃなくなるわけですから、それ回収しないと危険でしょうということから、株券で回ってるんだったら、提供広告回収しましょうという手続きです。でさらにですよ、その下なんですが、で、株式の併合をやめることの請求とありますが、このやめることの請求という部分に関してですね、例えばですよ、自分は株式併合をこんなん許せないということで株主総会に出席して反対票を投じたんです。反対票を投じたんだけれども、ただですよ、多数派の株主さんたちがみんなが賛成賛成って言っちゃって特別決議が通ってしまいました。でこれは許せんといった場合、やめてくださいということができるかという部分なんですが、この、やめることの請求という部分ですが、ここね、画面の方に映しておりますが、株式の併合が法令または定款に違反する場合において、
で、その株主が不利益を受ける恐れがあるとき、この法令定款違反プラス株主が不利益を受ける恐れありと、この2つの要件を満たした場合に、やめてください、併合をやめることを請求できると。ですから、ね、例えばですよ、自分は株主 B ですと、10株を1株に併合されると私は株主として残れなくなりますと。だけれどもそれが法令定款違反じゃなければ、もう残念ながらやめてくださいとは言えないんですね。特別決議が通ってしまったのであればやめてくれとは言えない。ただ、法令定款違反の手続きをしているだとか内容にまずい点があるといった場合には、やめてくれという請求ができます。でさらにですよ、その下、反対株式の株式買取請求とありますが、この反対株式の株式買取請求、見ていきますと、株式会社が株式の併合をすることにより、株式の数に一株に満たない端数が生じる場合には、例えば前のページの特に B さんとかね、他にも先ほど言った18株持ってる C さんね、C さん端数生じるでしょ。でそういった場合、反対株主は当該株式会社に対し自己の有する株式のうち一株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求することができるとありますが、例えばですよ、端数生じる場合、先ほど金銭で処理をするという話をしましたが、ただそこで定められた金銭の額が非常に許せないように低い額だった。例えば前のページで言うと、一株あたりの株価っていうのが、併合前だったら一株あたり100円なんですと。でこの度併合することによって端数生じる場合には一株30円で処理しますとか言われると、いやいやちょっと納得いかんよと。でも、多数派の 株主さんたちが特別決議でよしよしそれで OK とか言ってたりする。で非常に低い価格で金銭処理されると、株主でいられなくなったり端数処理されることはしょうがないけれども、まあ、これが100円ぐらいになったらしょうがないかなと思うけれども、非常に安い金額だったらもうちょっとそのまともな金額にしてくれよという請求権が認められているという部分ですね。でさらにその後、その他の留意点とありまして、今度ですね、資本金の額に変動はないという部分です。で、ですから積みの数が減るだけ で、まあ、資本金の額まで当然に10分の1になったりとかそういうことではないと。で、資本金の額に影響するようなもの何かと、例えば皆さんご存知の、株式を発行する、募集株式を発行したりなんかいたしますと、資本金の額が増えたりすることがありますが、この度はそういった話ではないと。でそして丸2番なんですが、公開会社においては効力発生日における発行可能株式総数は、効力発生日における発行済み株式総数の4倍を超えることができないとありますが、でこれはよく4倍ルールなんて言ったりするんですが、ね、まず枠と済みの関係です。で、公開会社においては公開会社という定義なんですが、これも過去の講義の中でもお話をしているんですが、株式に株式譲渡自由の会社、まあ、ざっくり言うと、その会社の株式欲しいなと思ったら他の株主さんたちに交渉して株式を取得したりすることができると。で、株式、よそ者に入ってきてほしくないというのであれば、全ての株式に、譲渡自由にできませんと譲渡制限をかけていればオープンじゃないという意味で非公開会社なんて言っていくんですが、で、その会社の株式は自由に譲渡できますよというタイプの会社、公開会社なんてざっくり言っていきますと、ね、なんでしょう、公開会社の場合枠と積みの関係は枠は4倍までという制限があるんですよ。でじゃあなんで公開会社で4倍ルールなんてものがあるのかっていうと、これね、株式発行の話になってくるんですが、で例えばですよ、公開会社でうちの会社募集株式発行しましょうという時、原則的には取締役会で発行決定できちゃうんですよ。そうすると既存の株主さんたちからしてみたら、もう上限関係なく取締役会がバン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 発行しまくったりなんかすると、既存の株主さんたちの持ち株比率がどんどん下がっちゃいますよね。例えば今まで1000株でうちの会社運営してました
ね、公開会社が取締役会がバンバンバンカン株式発行して、いつの間にやらもううちの会社発行済み株式総数がもう、10万株とかになってました。今まで1000株で運営してた、1000株の株主さんたちの最初の株主さんたちの議決権の影響力が自分たちの預かり知らないところで取締役会がバン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 無制限に発行できたなんかすると、既存の株主さんたちの議決権の影響力下がってしまうということにならないように、発行数に上限をかけている、これが公開会社における4倍ルールというものになります。でちなみにこの、枠の数4倍という部分なんですが、枠の数は定款に書かなければいけないので、定款に書くってことは株主が決めるんですよ。定款の項目、定款記載事項というのは株主総会特別決議で決めるのが原則です。ですから、ね、いいですか。じゃあまた上のところご覧いただきますと、図表の上のところね、上のところをご覧いただくと、株式併合をする場合においてですよ、決議内容の丸4番見てください。決議内容の丸4番ご覧いただくと、効力発生日における発行可能株式総数と。で、なぜ、じゃあですよ、株式併合をいたしますと、これ基本的には前のページの枠済みという関係でいうと、発行済み数がその併合割合によって減っていくわけでしょ。で、じゃあなんで枠の数ここを定めなきゃいけないのかっていうと、前のページでご覧いただいた部分に関してはですよ、もともとの枠の数が50万株です、そして、積みの数が40万株ですと。でここでですよ、じゃあ、10株を1株に併合したことによって積みの数が、まあ、波数生じなければ4万株になりますよね。もし枠の数いじらなければ枠の数は決議しなくていいですっていう風にやっちゃうと、枠の数50万株のままで積みの数4万株ということになってしまうと、4倍を超えてしまうことにもなったりするんですよ。ですから株式の併合をするのであれば積みの数が減ることになるんだから、じゃあそうすると枠の数も見直しておきましょうかと。さらにその上で、枠の数見直すときに公開会社だったら4倍になるように、4倍以内になるようにしてちょうだいねということが求められているんです。ですから、ね、ここで具体例として挙げた枠の数50万株が、ね、併合後5万株になっているものは、まあ、単純にこのように定めることもできるし、場合によっては枠の数もこの期にですよ、枠の数に関しては例えばですよ、そうですね、じゃあ枠の数10万株にしておきましょうということもできます。必ずしも併合の割合で枠の数も減らさなきゃいけないわけではないんですが、そこは決議で決めればよいという部分です。ただ、積みの数が減るもんだから枠の数もこの併合の際に見直してちょうだいという意味なんです。そして見直すに際しては公開会社では4倍ルールは守ってねという部分です。でさらにちょっと先ほどの決議内容を改めてもう一回 見直しますと、いいですか、併合の割合、10株を1株にとか100株を1株にってやります。そして、効力発生日を定める、先ほどあったでしょ。さらにもう一点、丸三番なんですが、でこれが種類株式発行会社である場合には、併合する株式の種類とありますが、この種類を特定して併合してください。だから先ほど言ったように、うちの会社は A 種類と B 種類があるんだけど A だけ併合しますとかいうことができてしまう。もしも A も B も併合したいのであれば、第1号議案で A 種類の株式併合を決めてください、第2号議案で B 種類の併合を決定してください。ですから、決議内容で、種類株式発行会社の場合には種類を特定してくださいというのは、1号議案で A 種類の併合決議、第2号議案で B 種類の併合決議とかというふうにしていけば OK と。でそして効力発生日における発行可能株式総数、まあ、なのでちょっと前のページの具体例をご覧いただくと、先ほど具体例に挙げた先ほど枠済みというふうに書きましたが、枠の数のところに米印入れてるでしょ。この米印、発行可能株式総数は併合決議時に定めるというのが、必ずしも併合の割合で枠の数が減るとは限らないけどねと
とですよ、図表の、今度ですね、丸三番のところです。図表の一番下の丸三番で、先ほど丸二番までご覧いただきました。そして、株式の併合した株式会社、効力発生日に株主総会決議に従い発行可能株式総数にかかる定款の変更したものとみなすというのは、で特にこれ枠の数のことなんですが、この枠の数は先ほど口頭で申し上げましたが、定款の絶対的記載事項なんですよ。そうすると本来枠の数をいじるのであれば定款変更決議ということをしなければいけない。でも、もう株式併合の決議の中で、しかも株主総会特別決議でしょ、そこで枠の数を見直しをしているんだから改めて、定款変更手続き、定款変更決議を取らなくても OK と。別途、定款変更の手続き、これ別に取る必要はないと。株式の併合という話なんですが、 ですから、まずはですね、試験的にはですよ、まず積みの数が当然に減りますよねと。積みの数は減る要因になる、これが併合です。じゃ続きまして、ページめくってみてください。4ページですが、今度株式の分割という論点。でこの株式の分割というのは今の逆なんですよ。株式の分割、今の逆だというのが1番、発行可能株式総数を、発行済み株式総数を細分化して増加させるというのがですよ。で例えばさっきね、株式併合するときにその、なんでそういったニーズがあるのかっていうと、一般的には低すぎる株価は好ましくないよねとか、 ある程度株主総会の、小口の株主さんたちが多いと株主総会の運営だとかが煩雑化になりますから、そのあたりで株主の人数絞りたいだとかっていうときに株式の併合をやったりするんですが、今度逆にですよ、例えばどんどんこの会社成長してってですよ、でどんどん成長していくとその会社の株式欲しいとこういうことが人たちが多くなったりする。そうすると例えばですよ、うちの会社どんどん株式、株価がどんどん上昇していくと、もう一株、例えば一株が何十万円とか、例えば何百万とか、下手したら一株100万とかなったりすると、なかなか一般投資家がその会社に興味を持ったとしても100万200万300万とかになるとなかなか株式取得できないですよね。そうすると株式の今度流通性が下がるんですよ。となるとちょっとね、高すぎる株価を引き下げたいと、でさっきの併合の逆なんですいうことから、じゃ もう株式分割ってイメージ的にはもう細胞分裂みたいに、じゃあね一株を4回に分割しますと、となるとここ でもう4つに割っちゃうんです。で今まで一株持ってた人は今後4株保有することができるということで、その下図表で見ていきましょう。一番下ちょっと見て、図表の下段の株主に A さん B さん見ましょうか。図表の、グレーン2つ目の下見てください。株主 A さんの保有株式数が、今まで1000株でした。1株を4株に分割すると単純に4倍になります。ですから A さんの保有株式数は4000株で、株主 B さんの保有株式数は5株でした。もう単純に4倍になるわけですから、B さんの保有株式数は20株になります。でこの、株式の併合っていうのはそれを全部くっついてガッチャンコしちゃって、その割合で、株式の数が少なくなるんですが、併合はその逆で、ポコポコポコ細胞分裂するみたいな形で。ではですよ、この併合した場合にですよ、その具体例として枠の数、積みの数を見ていきますと、発行可能株式総数枠の数に関しては40万株だった場合、これさっきのね併合と違って、株式分割の場合においては、原則基本的にはもうそのままなんです。先ほどはですよ、併合の場合には積みの数が減るんだから枠の数に関しても改めて決議で見直しをしましょうと言いましたが、ただですよ、枠の数は基本、変わらずです。でじゃあ積みの数はっていうと、もともとうちの会社積みの数が10万株ですという状況において、で4株に分割するとこれ 4倍になるでしょ、4倍になりますから40万株枠の中に収まっているのであれば別に枠そのままでいいですよね。
ですよ、これ今回たまたま4株に分割だから枠の数に収まっておりますが、分割の割合によっては枠内に収まらないってことも起こりえます。例えば10株に分割しますとかね、収まらないこともあります。どうすればいいのかっていう部分なんですが、ちょっと下の米印を降りてください。表の下の米印を降りていただくと、株式、発行可能株式総数枠の数は分割決議時に変更しなくてもよい。今回のように枠内に収まっているのであれば見直さなくてもいいんですが、ただですよ、収まらないということもありえます。もうとにかく積みの数が増えますから、その枠と積みの関係でいうとオーバーしてしまってはまずい。どうするかっていうと変更することができます。でも枠の数って定款変更必要じゃないですか。じゃあどうするんですかっていう部分なんですが、でちょっと隣見てください。行ったり来たり小休止ですが、5ページの上ご覧いただきますと、そもそもね、株式の分割ってさっきの併合と違って既存の株主さんたちに悪い影響はないんですよ。併合の場合には小口の株主を締め出すみたいなことがあったりして、株主ではいられなくなる人もいたりしますが、分割の場合には持ってるものがポコポコ増えるだけですから保有株式数って増えるんですよ。なると、株式併合みたいに厳格な手続きいらんよねということで、手続き的には決議要件は取締役会ないんだったら株主総会普通決議でいけますし、取締役会あるんだったら株主総会開かなくて取締役会でいけちゃうんですよ。でもですよ、じゃあ例えば前のページで言うと、うちの会社はじゃあね、株式分割するんだけれども、例えばですよ、もともとうちの会社はですね、枠の数が40万株じゃなくて例えば20万株だったとしましょうか。もともと枠の数が20万株、積みの数が10万株です。この度、4株に分割します。枠の数いじらなければ当然に積みの数がオーバーしてしまうでしょ。これまずいよねということから、どうすればいいのか。でも枠の数変更するのって定款変更必要じゃないですか。なると分割は取締役会だとかでできるのに、枠の数だけわざわざ定款変更株主総会特別決議いらんくんですかと。ちょっとそれも面倒だよねということから、今度ですね、4ページの真ん中ご覧ください。4ページの真ん中の、変更することができるという2つ目の図表です。で、株式分割に伴う発行可能株式総数の増加決議とありますが、いいですか。要件として現に2以上の種類株式を発行していない。うちの会社はもう種類株式出回ってません。うちの会社で出回っている株式は1種類もう1株あの、ね、種類バリエーションもありませんと、一番シンプルな形の発行ですね。でなおかつ、丸2番、株式の分割の割合の範囲内で増加すると。ですから今回であれば1株を4株に分割するんだったら枠の数を4倍以内に広げるんだったら効果としてもう取締役レベルで、枠の数いじっちゃっていいですと。本来、定款変更枠の数いじるんだったら株主総会特別決議が必要なんですよ。定款変更ですから。だけれども、ただですね、この場合枠の数の変更定款変更だけれども取締役レベルでできちゃうと。そもそもの株式分割が株主にとって悪い話じゃないし。ですから、点々の枠の中見てください。点々の枠の中に具体例あります。上記の事例で言いますと、で上記の事例だと別に枠の数広げなくてもギリギリ収まっていますよね。だけれども、上記の事例、株式分割をするのと同時に発行可能株式総数を増加する場合4倍の160万株、4倍っていうのは元の枠の数の4倍なんです。元の枠の数が40万でしょ。その4倍の160万株までであれば株主総会決議特別決議によらずに、例えば取締役会設置会社だったら取締役会で、枠の数定款変更できちゃいますと。ですから例えば、取締役会設置会社においてはですよ、第1号議案で株式分割を決定して第2号議案で4倍の160万株までであれば取締役会で定款変更できちゃう。まずは株主総会特別決議を開く必要はないと。でさらにじゃあちょっとね、その下の三角括弧コンパ CF ってコンパ比較とか参照とかいう意味なんですが、比
較とか参照という意味見てください。1株を10株に分割する場合で、例えばですよ、1株10株に分割すると当然上の事案だと、もう、ね、積みの数が10倍になると、枠の数40万じゃ収まりきらないですよね。もう枠いじんないところも無理なんですよ。で、発行済み株式総数は100万株となり、発行可能株式総数を超過することになってしまうので、そのような場合でも10倍、元の枠の数が40万ですから、その10倍の400万株までであれば株主総会決議によらずに定款変更できると。まず枠の数、発行可能株式総数、枠の数は定款記載事項です。で、定款変更は株主総会特別決議でやってよねの大原則に対する例外です。では、改めて4ページの上の図表をもう一回見ていきましょう。で、株式の分割をすると枠の数、発行可能株式総数は当然に、増えるわけではないけれども、ただ、バリエーション、種類株式発行してない会社であれば、取締役レベルで枠の数をいじることができますよと。その上で、積みの数はその分割の割合で増えますよと。で、さらに資本金の額に変動はありません。先ほどの併合だって変動はなかった、分割だって変動はないと。そして、1株の株価に関しては、理論上ってありますが、例えばですよ、1株50万円の会社で1株を4株に分割すると、単純計算で言うと4分の1になるでしょ、12万5000円ということになります。ただ先ほど申し上げたようにですよ、例えばちょっと50万じゃん、その会社の株式ちょっと 手出しにくいなと思った時に、12も10万ちょっとだったらまあ買えるかなとか、言った意味で、まあ、株価が上がりすぎると流通性が悪くなりますから、一般投資家はなかなか手出しにくい。ただ、それよりちょっと下がると、一般投資家でも手出しやすくなりますから、流通性が上がりますと一般的には株価に影響があると言われます。高すぎる株価、低すぎる株価は好ましくないけれども、高すぎても手が出ない。じゃあ分割をすれば、一株当たりの株価って低くなりますよね。そういった意味においては一般的には株価っていうのは影響が出てくると言われます。ではですよ、それを踏まえてちょっと改めて5ページもう一回、手続きのところ見ていきましょうか。で、併合と違って株主にとって悪い話ではありません、少数株主を締め出すということではないですから。ですから、この場合決議のハードルは低いということから、取締役会がない場合には株主総会特別決議ではない、普通決議、決議のハードルは低いんです。そして、取締役会があるならわざわざ株主総会開く必要までもないということから、取締役会でいけちゃうと。で、さらにですよ、決議内容、このあたりがちょっとね、併合とも違ってくるんですが、まず、分割の割合ね、これが例えば1株を10株にするとか、そして1株を100株にするでも構いません。そして基準日と、これね、併合の場合にはこの基準日というのを定める必要なかったんですが、じゃあそもそも基準日って何ですかという話を見ていきましょう。この基準日に関してちょっとね、下の括弧中2を見てください。下の括弧中2で、この基準日というものに関しては、で、いいですか、基準日広告ってありますが、まあ、ちょっとね、時系列のところでご覧いただきますと、ここ時系列ですね、分割の決議をいたします、これが9月1日です。9月1日に分割決議をしたんですが、この時にですよ、決議内容上とリンクしています。1株を4株に分割します。で、その上で、基準日を10月1日にします。効力発生日は11月1日にします。基準日イコール効力発生日ってわけではないんですよ。基準日何なのかっていうと、その基準日時点での名簿に、株主名簿の名前が書いてある株主に対して分割によって増加した分の株式、それを名簿に乗っかってる株主さんに効力発生日に、ゲットできますと。となりますと、このね、括弧中2の、タイトルの横に書いてあるように、名義各界未了の、株式譲り受け人にその機会を保証するという記載がありますが、例えばですよ、じゃあこれ、株式分割を決定したのが9月1日だったんですが、ただ例えばですよ、
そのあたり、その前後ぐらいですよ、株主コウさんがオツさんに株式を譲渡いたしました。で、ただですよ、コウがオツに株式を譲渡したんだけれども、会社からしてみたら名簿にオツの名前を載せてもらわなければ、オツがうちの会社の株主だってことは会社は知り得ないんですよ。で、株式譲渡を行ったならば、会社に私が新株主ですよということを対抗していくためには、株主名簿を書き換えなければ、私が株主だから分割によって増えた分私に早くちょうだいと言えないんですね。となりますと、交通館で株式譲渡いたしました。ただ、株式名簿の株主名簿の書き換え、まだまだちょっと忙しいから、まだ後でね、みたいなことやったりすると、ね、例えばですよ、取締役会で株式分割を決定しました。株主名簿の書き換えってまだまだ後でいいよね、みたいなことやってたりすると、あっという間に効力発生、基準日があっという間に効力発生日になって。なんだ、だったら株式分割するんだったら、明確会するのに早く言ってよって話でしょ。ですから、株主さんたちにいついつの時点の名簿登載者に対して分割によって増加した分を与えることになりますから、明確会未了だったら早く明確会してくださいというお知らせをしなければいけない。よって、基準日いついつ時点での名簿登載者に対して効力発生日に株式の数が増加しますからねというお知らせ、事前の予告が必要なんです。だから早く名義書き換えしてくださいと。株主名簿の書き換えは株式取得の会社に対する対抗要件なんです。高オツ館で株式譲渡をした、高オツ館では株式譲渡したことになってるけど、名簿に自分の名前を載せておかなければ、私が株主だから、例えば株主総会に呼べとかいう主張もできなくなってしまうんですよ。名簿の書き換えが対抗要件です。ならば基準日を定めて株式分割をするなら、そのお知らせ予告はすべきですよね。その予告、いついつ時点の名簿登載者にと。だから基準日手前の2週間以上空けて広告を発してくださいと。なのでいいですか、時系列ですね、分割をします、基準日を10月1日にします、効力発生日を11月1日にしますならば、基準日10月1日から遡って2週間以上空けて、2週間以上前には広告を打ちなさいと。で、2週間以上ですから、まあ、9月1日って書、9月10日って書いてありますが、例えば9月13日とか14日でも、まあ、ギリ間に合いますよね。ただ、効力発生日時点に名簿に名前が載ってればいいじゃないですよ。会社も事務所上の都合がありますから、基準日を定めてその10月1日時点の名簿登載者に、分割によって増加した分の株式、これを、ね、取得させることになりますと。ですから、効力発生日11月1日のところ、10月1日時点基準日時点の名簿に、記載記録のある株主が分割によって得た 数の株式を取得する。よって基準日広告を打ったにもかかわらず明確会をしておりませんでした。で、ね、例えば10月25日あたりに明確会をしました。残念ながら明確会をした、例えば、ね、じゃあ、株式譲渡をしたのが8月10日でした。8月10日に株式譲渡をしたんですと。で、ただ明確会10月25日でした。私がプラス3株増えた分もらえますかって言うともらえないんですね。だって10月1日に名前載ってないんだもん。で、それが不意打ちにならないように基準日を定めるならば、明確会促すために、基準日広告をしなさいと。まあ、なので上の決議内容のところ、分割をして基準日を定めて効力発生日を定めるという流れです。で、ちなみにですね、さらに丸4番のところなんですが、種類株式発行会社である場合は分割する株式の種類とありますが、これもさっきの併合の場合と同じなんですが、例えばでうちの会社は A 種類 B 種類を発行しておりますと、 A 種類だけ分割しますということになると、もう種類を特定しなさいと言っていますから、第1号議案で、例えば取締役会第1号議案で A 種類株式分割しますとなると、これ株式分割って株主にとって悪い話じゃないって言いました。株数増えますから。となると
A だけ分割します、 B はやりませんだと B 種類株主さんたち怒りますよね。皆さん B 種類株式保有してる人だったらどうします？例えば A 種類株式を1株を100株に分割します、ね、以上ですということを言われると、全体の株主総会の議決権の影響力、 A 種類保有している人たちは持ち株数増えますから、あ、 A 種類株主さんたちはやったらラッキーって話ですが、 B 種類株式持っている人たちからしてみたら、俺たちの積みの数、俺たちの保有株式数そのままということになってしまうので、この場合も、下の括弧中1見てください。でいいですか、取締役会、また株主とか普通決議ないしは取締役会決議で決められるんですが、括弧中1、株式の分割がある種類株式の種類株主に損害を及ぼす恐れがあるときは、原則として上記決議のほかに、その種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会特別決議がなければ効力を生じないと。今回で言うと A は1株を100株に分割するけど B はやりませんという状況だと、全体の株主総会の議決権の影響力、 B 種類の人たちは著しく低下することになりますから、それを例えばですよ、うちの会社取締役会いないですから株主総会を普通決議で分割を決定しましたといった場合でも、例えば A 種類は分割します、 B 種類分割しません、もともとの発行済み数が A 種類はすごく多いんです、 B 種類はすごく少ないんです、株主総会普通決議 A 種類の株主さんたちの賛成票で通っちゃうんですよ。となると、B 種類たちはどんなに B 種類株主全員が反対しても A 種類の発行数が多ければ株主総会普通決議通っちゃうので、全体の株主総会普通決議で A 種類の圧倒的賛成で通ってしまったとしても、 B 種類だけ集まって行う会議で特別決議が成立しなければ、まあ、残念ながらこれダメですと。全体の株主総会で可決されたとしても、B 種類だけ集まって行った会議で否決されちゃったら、この株主分割の話はもうなしになります。それがたとえ取締役会で決定した場合でも、取締役会決議プラス B 種類株主総会決議が必要なんです。全体の株主総会の普通決議プラス B 種類株主総会の、しかも決議のハードルが高い特別決議。まあ、このように、ね、種類間で不公平が起こらないような配慮がなされていると。でちょっとここでですね、今併合と分割で、ね、真逆の話をしていきましたが、でちょっとね8ページのところにまとめの図表がありますから、こちらで確認しておきましょう。8ページの図表をご覧ください。で、この図表ですね、株式の積みの数が変わるケースといたしまして、ね、積みの数が変わるケースとして、自己株式の昇格、株式の併合、分割、このあたりあります、株式無償割当、その比較の図表、まあ、最終的には試験対策としては、この図表で違うところっていうのを押さえていけば、試験対策としていいんじゃないかなと思うんですが、で、左側の、自己株式の償却の部分に関しては、今回掘り下げてはおりませんが、まあ、この自己株式の償却の部分って、2017年にこのあたりちらっと出てるんですよ。まあ、そういった意味において、まあ、ちょっとね、比較対象として自己株式の償却、株式が会社が株式を保有している分をもうなくしてしまいましょうというのが自己株式の償却なんですが、で今回行っているのが併合分割無償割合で見ていきますよ。株式の併合というのは、例えば4株を1株に併合するとか、10株を1株に併合する、少なくとも、既存の株主さんで持ち株数少ない人にとってみると、不利益を及ぼす可能性がある、よって株主にとってこれ併合するとちょっと困るということから、決議のハードルが非常に高い株主総会特別決議。これに対して株式の分割の場合には、少なくとも株主さんたちにとって悪い影響はないんですね。となると、取締役会があるならもう株主総会開かんでよろしいと。そして取締役会がない場合でも株主総会普通決議でいけちゃうと。決議のハードルが低いと。でこれに対していいですか、その下、発行済み株式総数なんですが、現在発行数のことね、発行済み株式総数は株式併合の場合には当然その併合割合によって減りますよね。でそして分割の場合には増加しますね。
1株を10株に分割すると10倍になるわけでしょ。でも10株を1株に併合すると全員が10で割り切れる単位の株式持ってると10分の1になるわけですよね。でちなみに自己株式の償却っていうのは、これ会社が株式を保有している状態の会社が持ってる株式をもうなくしてしまいましょうというのが自己株式の償却なんです。例えばうちの会社もう発行済み株式総数済みの数が1000株ですと、1000株のうち300株を会社が保有している状態なんですと。もうでもその300株って会社が株式持ってるんだけれども、その300の分って会社はもう配当も受けられないし議決権もないし、その300の分会社がもうそのままずっと金庫の中に入れてもしょうがないよねという状態だと、まあ、金庫に入れるって、まあ、今株券だとか昨今原則ですから、ね、あの会社が持ってるはずの300株もう意味ないからもうなくしてしまいましょうというのが自己株式の償却ですから、株主名簿だとかにですよ、発行済みが1000株です、1000株のうち700株はよそに出回ってる株式ですから、その人たちの名前が書いてあったりするんですが、300株は例えば佐々木商事株式会社とかね、佐々木商事が佐々木商事の株式を持ってる状態、ただその300分はもう実際使えないんですよねと。もちろんね、それを将来的に売却したりだとかすることもできますが、ただそのまま使わずにずっと取っとくんだったらなくしちゃいましょうとなると、今まで1000株積みの数があって300自己株式がある、もう使わない、もう使う予定もない300を絶対的になくしましょうだと、もう積みの数が700株に減りますね。なくしてしまった分だけ積みの数がなく減りますから、株式償却の場合には積みの数減るという意味で、ね、積みの数減少という分です。でちなみに、今度その下、発行可能株式数ちょっとここに私枠と書きましたが、枠の数は、自己株式の償却の場合には当然には変動しない、ただ株式の併合の場合には積みの数は減って、なおかつ、この併合の場合には枠の数を見直しましょう、併合決議の中で、枠の数を決定するっていう手続きを経ましたよね。そして、枠の数は決議の内容として、見直しましょう。さらに公開会社だったら4倍ルールというものがありました。でそして、自己株式の償却と株式の併合も、積みの数、発行済み株式総数は、減って、そして資本金の額は当然には変動しない。これに対して株式の分割、ちょっと改めて見てみますよ。分割は悪い話じゃない、積みの数は増えます、ただ枠の数は当然には変動しない。この当然にはっていうのは、先ほど言った枠の数って定款変更に当たるんだけれども、ただ、分割の割合の範囲内で種類株式が出回ってないんだったら、この場合は取締役レベルでいじることはできるけれども、ただそれは当然にはってのは別途取締役会決議だとか必要なんですよ。分割とともに当然に枠の数までその割合の範囲で広がるわけではないと。先ほどご覧いただいた例えば4ページの基本事案で言いますと、これ、1株を4株に分割して、もともと枠の数が40万株、積みの数が10万株、4倍になったら別に枠の数いじらなくても収まっているでしょ、まあ、これが当然にはという意味で収まってるんだったら別に枠の数広げなくていいよねと。ただオーバーしてしまったりだとか、いやいやこの際見直しておきましょうっていうんだったら、真ん中の図表のこの要件を満たしている場合には定款変更、株主総会特別決議を経ずに、この見直しをすることができる。そういった意味で当然にという言い方です。当然には変動しない。で、この株式分割の場合には積みの数は増えますが、特に、誰かが株主の、ね、新しい株式をゲットした人たちから追加出資を求めたわけでもないので資本金は増えません。株式数は増えるけれども資本金は増えないという点に注意が必要です。
でそして効力発生日なんですが、で、自己株式の償却は手続き終了した時と言われておりますが、ただここそんなに気にしなくていいかなと思います。株式の併合分割、この後やっていく無償割合とともに決議で効力発生日をあらかじめ決めちゃいますから、そこで効力発生。あと、整理が必要になってくるのが通知と広告なんですよ。株式併合の場合には、この併合は効力発生日の2週間前、そして端数が生じる場合には20日前に、だって反対請求とかしなきゃいけなかったりするじゃないですか。価格に納得いけませんとかだったら反対請求とかかけたいんですよ。となりますと、この場合は、2週間前ないしは、そのね、端数生じる場合には、そのね、端数生じるときには特に価格設定、公正な価格で買い取ってくれとか言ったりしなきゃいけないので、余裕を持って20日前までにお知らせをしてちょうだい。ただ、株式分割の場合には文句つけましょうじゃないんですよ。名義各界未了の株主たちに対して基準日はいついつですからねっていうお知らせをしなきゃいけないです。分割をいたしますよ、名義各界未了の株主さんたち、株式取得したならばこの場合名義各界してくださいという基準日をお知らせするっていう広告です。ですから、通知広告、そもそも趣旨が違うんですよね。あと、その下なんですが、株式の併合の場合、株券発行会社において株券回収しないとダメだよねと。だって持ち株数減るんですよ。もしかしたら、併合の割合に収まらない人、端数生じる場合にはその人たちは株主じゃなくなったりするので、一旦会社は株券回収しますと。で、株式分割の場合にはですよ、この場合には、持ち株数増えるわけですから回収する必要ないですねと。でそして、もし株券発行会社だったらですよ、効力発生日期間なく株券を発行すると。併合になったら一旦回収してますよね。ただですよ、例えば10株を1株に併合します。株主、例えば X さんの持ち株数は、じゃあ、今まで1000株持ってました。で10株を1株に併合すると A さんの持ち株数は100株に減りますよね。で株主であることには違いないんだけれども、ただ一旦1000株券会社に提出しているんですよ。株券提供公告にあって提出でしょ。そして、ただ A さんは引き続き100株主ではあり続けるので、今度会社から100株券 A さんに渡されます。これが一番下の、効力発生日後にですよ、遅滞なく会社は A さんに対して100株券を渡すと。で株式の分割の場合には一旦回収する必要はないんだけれども、分割によって増加した分の株券は出さなきゃいけないよねと。で続きまして、今度、株式無償割当です。株式無償割当、今度6ページいってください。で6ページご覧いただきますと、この無償割当なんですが、1番ですね、株主に新たに払い込みをさせないで当該株式会社の株式の割り当てをすることとありますが、これね、さっきの分割と効果似てるんですよ。株主さんたちはこの無償割当を受けることによってただで株式がもらえるといった意味においては、無償割当と分割っていうのはちょっと似てるんです。で例えば、先に具体例三角括弧見てください。表の上の三角括弧、一株につき一株をタダであげますと、無償で割り当てると。そうすると、ちょっとね、図表の下段、2つ目のグレーの下見てください。 A さんの保有株式、今まで1000株でした、ね。そうすると一株につき一株、要はプレゼントです。そうすると、2000株になります。ジミーさんの保有株式数5株持ってました。1株に対して1株あげるってことは10株になりますね。となるとこれ、でも1株につき1株を2株に分割するじゃダメなのと。分割でも同じじゃんというところなんですが、ちょっと違うんですよ。で、じゃあちょっと違うのか、どういうことかちょっと見ていきましょう。ですね、隣の、7ページご覧ください。でたださっきの併合と違って、少なくとも株主からしてみたらただで株式がもらえるといった意味においては、株主にとって一切悪い話じゃないです。
よって手続き的には株主総会特別決議など高いハードルはいりません、株主総会普通決議または取締役会決議でいけちゃいますと。でただですよ、株主総会普通決議または取締役会決議といった意味においては、まあ、この手続きはさっきの分割決議決定期間はさっきの株式分割と、まあ、基本は同じなんです。基本同じなんですが、ちょっと下の括弧中見てください。ね、括弧中に飛んでいただくと、これ、ね、括弧中のところに飛んでいただくと、で、この決議に関しては定款に別段の定めを設けることができますと。定款に別段の定めっていうのは、例えばうちの会社は取締役会はないんだけれども株主総会いちいち開かんでよろしいと。例えば取締役の決定で無償割当を決議できると決定できるという定款規定があれば株主総会開く必要なしです。たださっきの分割の場合にはその定款に別段されるものを設けることができるという規定がないんですよ。これ比較の図表あります。8ページ見てください。8ページの比較の図表ね、株式無償割当分割と効果似てるんだけれども、ただですよ、分割の場合には取締役会設置してないんだったらこう、ね、株主総会普通決議、取締役会なければ株主総会普通決議だけれども、株式無償割当ても取締役会ないんだったら基本的に普通決議なんだけれども、それ定款で別段されるものを設けることができる。あらかじめ定款に規定を設けておけば無償割当って会社からしてみたらいちいち株主総会開かなくてよかったみたい。使い勝手は定款にあらかじめ定めを設けておけばよかったりしますね。まあ、そのあたりがちょっと違ってくるという部分です。でさらにまた戻ってみてください。で今度ね、決議内容の部分、このあたり見ていくと分割と併合の違いって分割と、無償割当ての違いってのが分かってくるんですが、丸一番でいいですか。割り当てる株式の数で、括弧種類株式発行会社にあっては、株式の種類および種類ごとの数、その算定方法、まあとりあえず算定方法の部分はいいでしょう。でまず割り当てる株式の種類と種類ごとの数を定めてください。合わせて丸三番見てください。合わせて丸三番、種類株式発行会社である場合は無償割り当てを受ける株式の 株主の有する株式の種類、まあこれねどういうことなのかと言いますと、特にね5ページとちょっと読み方比較していただきたいんですが、5ページの分割と比較していただきたいんですが、ですか、分割の場合はさっきね細胞分裂みたいに持ってるものがポコ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 増えると言いましたよね。となると例えばうちの会社種類株式発行会社です、 A 種類を分割しますって言ったら A が持ってるもの A でしょ、 A がポコポコ増えるだけなんですよ。でも無償割当ての場合には A 種類の人たちに B をあげますというのができる。無償割当だったら他の種類を上げますというのはできるんですが、株式分割の場合には単純に持ち株数今までと同じものが増えるだけなんです。他の種類を上げたいっていうんだったら分割じゃ無理なんです。で無償割当だったらそれができるんです。それが分割が持っているものがポコポコ増える細胞分裂みたいな形、これに対して無償割当は会社からただで株式をプレゼントという形になりますから、 A の人たちに B をプレゼントしてあげるというのができるし、 B 種類の人たちに A をプレゼントしてあげるというのができちゃうんです。種類の垣根を飛び越えて、ね、あげることができると。だから株式分割の場合には分割するんだったらその種類さえ特定して分割の割合を決めておけば別のものがもらえるってことはないんです。これに対して、株式無償割当て画面7ページです。7ページの場合には、まず、種類、割り当てる株式の種類を決めてください。それは誰に対してどの種類の人たちに割り当てるかを決めてください。で、この丸1番と丸3番、これ条文の書き方なんですが、これを読むことによって別種類を挙げることができるよね。分裂みたいな話じゃないですね。よってこの無償割当との分割非常に似てるんですが、ちょっとさらに下見てください。下の図表ね、7ページの一番下ですが、分割と無償割当ての比較で言うと、株主が異なる種類の株式を取得すること、無償割当だったら他の種類がもらえるんです。
決議で定めれば、もちろん同じ種類あげますでもいいんですよ。A 種類の殺人 A 種類あげますでもいいんだけれども、ただ A 種類の殺人 B 種類あげますができちゃうのが無償割り当て。でも分割は根持ち株数別のものがもらえるってことはできないんです。じゃあ今度ですね、丸2番、図表丸2番で自己株式の増加または自己株式についての割り当てってありますが、先ほど会社が自社の株式を持っている状態のことを自己株式と言いましたが、例えばですよ、うちの会社1000株の積みがあって、そのうち300株が自己株式ですという状況で、株式分割をしますっていうんだ、細胞分裂ですから会社の保有する300株も全部分裂していきます。1株を2株に分割しますと、ね、うちの会社出回ってるのが700株、会社自社の株式持ってるのが300株です。トータル1000株出回って、トータル1000株が発行済みです。1株を2株に分割するんだったら、会社が保有してる300株も分裂して、600株になって、外出回ってる700株も分裂して、1400株になります。だけれども、無償割り当ての場合ってですよ、この場合、会社からタダで株式をプレゼントしてあげますよという状態で、会社が会社にタダでプレゼントしてもしょうがないでしょ。ですから自己株分に関してはこれは無償割当ての対象外なんです。ですから株式無償割当ては会社からタダで株式をプレゼントしてもらえるというイメージ持っていただくと、会社から会社に株式あげてもしょうがないよねと。でも分割はもうただ単に細胞分裂というイメージです。そうすると今度丸3番で自己株式の交付とありますが、プレゼントの場合だったら会社がその自己株持ってるんだったら、会社の自己株を上げればいいよねと。で分割の場合ってですよ、もうとにかく会社の保有する自己株式も分裂の対象となりますから、ね、その増加した分自己株上げますよってことはできないんですね。あと、丸4番ですが、ここ、株主総会決議によらずに、発行可能株式総数を増加することがですね、手続き的にちょっと米印書いてください。米印書いていただいて前のページにちょっとリンクしていきます。で、株式無償割当の場合には、さっき言ったその割合の範囲内だったら定款変更が取締役よりでできちゃうよっていう手続きは用意されていない。でも株式分割の場合にはその用意がありましたと。画面7ページの下ね、米印、下から2番目、丸4番米印書いておいてください。あと基準日の決定とありますが、この基準日っていうのはいついつ時点での名簿登載者に対して、増加する分上げますから、明確会未了だったら早めにやってくださいねっていうお知らせをお知らせしたでしょ。でそれが分割の場合には基準日定めなきゃいけないんだけれども、株式無償割当の場合には基準日を定めなくてもいいんです。よって、持ち株数が増加するといった意味においては、多少似てるところはありますが、会社が使いやすい方を決めればいいんです。別種類を上げたいんだったらもう無償割当しかないですよね。でも基準日定めて事前の広告だとかめんどくさい、別種類を上げたいわけじゃないとか言うんだったら株式分割だとちょっとめんどくさいよねとかいう形でちょびっとずつ違ってきますから、その会社のニーズに応じてチョイスしていけばいいと。でちなみにちょっと米印書きましたが、前のページにもちょっと、入れといてください。6ページの図表のところ、枠の数のところに米印書いておりますが、で、この株式無償割当に関しても、さっきのね株式分割と違って、株式分割と同様に枠の数は当然には変動しない。枠の数は当然には変動しない。このあたりをですね、改めていいですか、改めて最後の、最後改めて、さっきの図表で整理していきましょう。8ページです。8ページで整理していきますと、先ほどね、
併合と分割まではご覧いただきました。もう勝利あっても決議のところまではご覧いただきましたが、さらにその上でいいですか、株式無償割り当てをすると株主さんにタダで株式あげるっていう状態になりますから、積みの数は増えますよね。基本増えますと。でこれに対して枠の数は、株式併合の場合には枠内に収まっている場合、株式併合の場合は特に例えばですよ、4倍とか気にしなくていい、例えば非公開会社のなんかの場合でも4倍気にしなくていい会社でも特段問題ない場合でも一度見直しましょうと。決議の中で一旦枠の数、これ内容に定めてください。そして公開会社だったら4倍ルールは守ってねと。これに対して、分割と無償割当ての場合には当然には変動しない。ただ積みの数が増える分枠を超過してしまうような場合には見直しは必要ねと。で資本金の額はどのパターンでも変動はしないので、ですから択一の問題文なんかでこれらの自己株償却、株式無併合、無償割当て、分割が行われた場合に資本金の額増えるって出てきたら全部×です。これらのケース、積みの数は変動します。積みの数が減るか増えるかで変動はいたしますが、資本金の額は変わらずです。そして効力発生日は、右3つは決議であらかじめ効力を発生日定めています。そしてですよ、この通知広告なんですが、通知広告ね、さっき併合の場合には反対者だとか多数生じることもあるから、併合の手続き、これお知らせをしましょうと。効力発生前2週間か20日前にお知らせをしましょう。でそして分割の場合には基準日を定めましたから、基準日2週間前に事前にお知らせをしておきましょう。これに対して無償割当てって事後で構わないんですよ。効力発生日後遅滞なく、あなたの分何株増えました、あなた分何株ですとお知らせをしなさい。ですから例えばですよ、一番早くやりたいんだったら、できるだけ早く効力発生させたいんだったら、分割よりは無償割当ての方ですよね。分割だったら基準日を定めて2週間前広告を打たなきゃいけないので、決議からもう直ちに、来週に効力発生ってわけにいかないんですよ。基準日広告2週間前必要なんです。でも株式無償割当ての場合って事後通知で構わないので、事前の広告っていうのいらないんですね。となると一番早く効力発生させたいんだったら無償割当の方だよねと。あとは、積みの数が増えるだけですから、株券回収する必要はないけれども、増加した分だけ、株券発行会社だったら出しなさいと、遅滞なく出しなさいと。ただ一番下の括弧中、非公開会社では株主から請求あるまでは発行表ってありますが、これもね、ここまではちょっと試験対策としてはここまで細かいかなと思うんですが、で、今株券不発行が原則でしょ。でも定款に定めれば株券発行してもいいんですよ。でも非公開会社って譲渡不自由の会社なんです。そもそも非公開会社って身内やってる会社ですから、それほど株式譲渡を頻繁にすることが想定されていないんです。株券がいつ必要になるのかっていうと、株券発行会社だったら株式を譲渡するときに、株券を渡すという行為が必要となってきます。譲渡予定のない株主さんたちは、株券持ってると怖いわと、危ないわ、株券欲しくなったら言うからというんだったら、別に請求がなければ出さんでよろしいというのが一番下の括弧中のところ。非公開会社の場合にはもともと株主が頻繁に変わるっていうことを想定していない、身内やってるような会社ですから、言われるまで出さなくてよろしいと。ただ逆に言うと、公開会社で株券発行してるんだったら、効力発生したらすぐ渡しなさいというのが一番下のところ。で、基本的に、発行済みの株式数に影響があるものというところを、ピックアップしていきました。先ほど申し上げた通り、そういった観点でですよ、併合分割無償割当てがミックスして、問われたのが2014年の問い座38とか。でちょっとしばらく薄い空いておりますし、そして、今のね、例えばその枠の数の話だとかっていうのも、論点としては株式という分野で出題の可能性、ちょいちょいあるところだと思われますので、ぜひですね、この論点から出題された場合には、そして、軸足にできると思うんですね。
軸足っていうのは、例えば、例えば組み合わせ問題とかだったりすると、ね、あが絶対正しいっていうんだったら、下の組み合わせご覧いただいて、あとペアになっているもの、正しいものの組み合わせ選びなさいとかだったりすると、あとペアになっているもの、他の、例えば、いとかうがわからなくても、あが絶対正しい、あとペアになっているものが、あとえ、あといだったら、今ちょっとわかんねえって言ったら、次、えを読めばいいわけでしょ。まあ、特に行政書士試験、単純正誤、正しいものはどれかと、5つの設問からどれかという問題もありますし、ね、そして、組み合わせ問題、正しいものの組み合わせを下から選びなさいということもあると思うんですが、で、司法書士試験でですね、もうほぼほぼ組み合わせ問題だったりするんですよ。ですから、結構司法書士試験の合格者とかでも、全部の設問知ってるとは限らないんですね。で、正確な知識があれば、もう足切っていけば組み合わせで答えが出せたりだとか、っていうと、司法書士試験でも大体そうですね、ほぼほぼ35問中、大体33問とか4問とか、年によっては35問全部組み合わせ問題だったりするんですが。まあそういった意味において、まああのね、択一の解き方においては、行政書士試験の方が、まあ時々あのね、わからない足が あったりするとちょっときついかなと。という意味においては、まあ、正確な知識が求められるところではあると思いますので、ぜひですね、そのあたり、なかなか会社法には時間割いていられないと思うんですが、ぜひ、まず設立の分野と、あと株式、今日やった論点だとか、あと、まあ、機関のところですね、役員だとか、に関しては、しっかり過去問を行っていること。で、なかなか、その商法だとか、会社法だとかっていうのは、講義もそれほどもさらっと進んでいく部分も多かったと思いますし、テキストもさらっと書いてあったりするようなことがあったりすると思います。そういった中において、特に難しいものの過去問だとか、解いていくときに、例えば、最初から過去問解いてもさっぱりわかんねえというものもあると思うんですよ。特に商法だとかね、そういった分野。で、そういったものは、過去問解いてみて、例えば過去問10問解きました、もう全然わかんねえって言っても、まず1回目は、ある意味インプットなんです。解いた時にインプット。解説読んで、あ、そういうことなのね、と。そして、もうその日のうちに2巡目解いちゃう、解いちゃってみてください。解きながら覚えるってそういうことなんですよ。ですから、最初に2、3回って間違えても構わないので、できるだけ早いうちに2回目を解いてみてください。で、ある程度知識があるような民法だとか行政法だとかそこそこしっかり講義でもやりましたという内容だったら1回目解いて1週間後ぐらいに2回目という形でも効果はいいと思うんですが、ただ分からないちょっと難しいというものは早めに2回目を解いてみた方が解いて覚えるといった効果は非常に大きいと思います。そういった形で、今後特にもう模試も始まって、しっかり直前期、インプットもうとにかく問題演習を通じて、点数上げていく、知識上げていく、固めていくという方向で頑張っていただきたいかなと思います。でぜひ皆さん、この後、行政書士試験突破されたら次司法書士試験、お待ちしておりますので、皆さん頑張ってください。お疲れ様でした。